嘘か本当かわからない。この世には明るみに出ることのない闇の噂が存在し続けている。あなたは信じ切ることができるだろうか。できました。 ST 都市伝説のコーナー、毎週木曜夜8時ということでね、やらせていただいております。こちらの ST 都市伝説のコーナー、往年の司会みたいな、往年の司会今田耕司です。今田耕司、ちょっとふざけただけです。今回やっていく都市伝説は、皆さん放送事故って知ってますよね。放送事故、まあここから一気に怖くなりますので、皆さんね、気をつけてください。おっぱいが出るのとか、まあまあまあ、そうですね、そういうやつが映っちゃいけないものが、まあ、映ってしまうと。で、皆さん怖いもの好きということで、めちゃくちゃ怖いの持ってきました。うえい！放送事故で、まあいろいろあるんだけど、その中にはもうガチで怖いものがありまして、なんと、放送事故で死んじゃう瞬間が映るっていうのが、数件あるんです。数件？長いテレビ人生。テレビ業界の、ね、歴で、数件しかないの、逆に言えば。もっとあってもおかしくないじゃん。でもそこはまあ最悪、いろんな考慮で、まあ、数件しかないんですけど、その数件をして皆さんに紹介していこうかなと。うわ、那須サファリパークで、ライオンの飼育員さんが飼育をしていまして、なんとその最中にライオンに襲われてしまいます。で、そこでもう食われてたんでしょうね。もう本当にもう聞きたくないような声で叫んでるんですよ、助けてくれっていう、それをたまたまその通りすがってたその客の人が録音してて、その音声があります。うわ、怖っ。皆さん本当に怖すぎるのかもしれないんで、ちょっとだけ見てもやばいと思ったらスキップします。怖すぎ、きます。言い方マジや。ということで、どうでした？鳥肌やばくないですか？硬直してんだけど、怖すぎて。痛いよとはっきり言ってるんですよ。食われた女の人が、いや、女の人が近くにいて、その人は泣きながら逃げてきたんだろう。でも助けられない状態で、飼育員の男性の方だけも食われ続けて、痛いよ、痛いよ、気持ち悪い。はい、続いてなんですけど、ドロリンピックっていう、なんか田舎の方で祭りみたいなのかな、行われたんですけども、まあイベントなんでレポーターとか行くじゃないですか。で、その泥の上、お尻相撲みたいな、はいはいはい、押し合いされたんですか、お尻で。それをなんか台の上でやるんですよ。で、そのリポーターがバーンって押されたんですよ。バーンって顔からこういったんですよ。この人動かないの、全然。全く動かないの。リポーターはふざけてると思ってなんかいじってたんで、もう早く起きてくださいよみたいな。実はもうこのバーンになった衝撃で首の骨折れてるんですよ。で、もう起き上がれないんですよ、自分の力も。で、しかも泥で呼吸できないんですよ。うわ、で、もうそのままこういう状態で何もできない状態。うわ、すごい。でも呼吸もできないっていう、もうこのまさに地獄みたいな状況でいじられ続けるっていう。うわ、うわ、うわ、え、やばい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 、いや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 、早く早く早く、え、微動だよ、千円。いやいや、かけ、大丈夫、大丈夫、大丈夫。うわ。一瞬顔が映るんですけど、うん、その時に起こしてって言ってるんですよね。だから死亡はしてないっぽいですね。したらもう首は折れちゃってる。うわー、だってもうリポーター多分過度にやりすぎてって感じだよね。そうだよね、自分からやっちゃってるけど。ただあんな生き地獄ない、やばいね、想像したらやばいよ。まあ、でも泥で考えられないのかなって感じはあるけど、まさしく事故ですわな。事故でございます。結構僕こういうガチでやばいの結構持ってるんで、まあ、皆さん高評価してくれれば、まあいろいろ見たければ
僕だんだんいいっすね。信じるか信じないかはあなた次第です。まああとシンプルにね、最近いろんな人がほんと見てくれて登録高評価してくれて、僕たちめちゃめちゃモチベ上がってます。そうですね、うん、でもモチベ急上昇だなんて急上昇だってイベントとかも近々お発表があるかもしれないので、皆さんお楽しみにということで、最近登録したって方は過去動画も結構面白いたくさん見てください。 そうですね、それでは皆さん次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。 Yeah!